くださいました。渡辺さんは高校時代はピアというフォークグループを組んでたんですか？はい、高校2年生頃に女の子2人で結成しました。そして対談あの短大の時は、はい、クラシックとそしてギンギラギンのロックグループにも入ってた、はい、横須賀の仲間と一緒に、少しですけれどもやりました。ロックも歌ったんですか？ちょっとです本当の。音楽に興味を持ったそのきっかけっていうのはどんなことなんですか？母が音楽教室に入れてくれたことがきっかけです。あ、そうですか。お母さんに感謝しなくちゃいけないですね。突っ張り娘って言われるっていうんですけど、うん、本当ですか？やっぱり音楽のことに関しては男の子の中に混じってやっていたし、そういうこと全くもわからないけれども、今はその他はそんなじゃないです。あれですか、作詞とか作曲もなさいますね確か。はい、今までどのぐらいお作りになったんですか？そうですね、2、30曲作ったんですけれども、もうそこをつきました。これからまたどんどんいい曲書いてください。はい。